めっちゃ今日は久しぶりのゲスト、はい、ペイちゃんです。ペイでーす、こんにちは。めっちゃ久しぶりやね。久しぶりですね。どないしてたん、元気やった？いや、めちゃめちゃ元気ですよ、はい、ちょっとあの逆に超えました。あ、俺も俺も。やっぱりこういう食べる方の動画ばっかりだとね。いや、そうですよね。食べて編集して、食べて編集して、ね、見てますけど大盛りのやつとかめっちゃ食ってますもんね。そうそう、よく食えるわ。1個はでかくなった。今日はちなみにどちらへ？大正に今来てますわな。大正、はい、大正でなんかちょっとね、なりそうな路地やな。そう、前から気になってたお店を、はいはい、そのお店がこちらです。はいはい、こちら天使、これ天使、天使、あ、天心、天心の気持ち、そう、気持ち分かる？天心の気持ち全然分かんないですね。ね、ちょっとここ でもなんかすごい綺麗な感じの、そうそう、ちょっとおしゃれな、おしゃれな。で、何屋さん？メインはね、メイン、はい、天心っていうぐらいやもんね。はい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 、餃子天心、天心、入ってみましょう。はい、お願いします。はい、こちらのメニューね、焼き餃子、シューマイ、水餃子、パクチー、いいね、マーラー水餃子。パクチーか、苦手やな。パクチー得意？僕は、はい、もう全然得意です。めちゃくちゃ好き。天使の気持ちをちょっと味わいましょう。 そう、はい、それを理解できるように頑張って。で、ちょっとお酒を。お酒もメニューでかっ。大正なんでリトル沖縄っていうぐらいやから、はいはいはい、メニューもなんとなくそっち系になるのかな。それっぽいこう南国系の、ちょっと南国っぽいですね。確かに、ね、トロピカルサワーとかね、なんかそういうのがあるよね。なるほどなるほど。じゃあ飲み物かな。で、一番上に書いてあるそうやね、スペシャリティ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 なレモンサワーとトロピカルサワーね。餃子は一番まず食べろという、食べろというのはね、はい、左上のこれです、焼き餃子ですね。そちらがもううちの名物になってまして、はいはい、ですよね、はい、これが名物、こちら名物になってます。一番、はい、3つ入りなんですけれども、はいはい、あの1個のご追加とかも受けたまわってまして、4個入りに変えることもできます。あ、なるほどね、はい、へえ。裏面側の当店がおすすめさせていただいているお料理になってまして、そちらが全体的なグランドメニューです。何この取るよね。これこちらは貧乏人やからさ、取るよって言葉についつられる。ですね、自家製のトリュフバターをですね、焼きたての餃子の上に乗せさせていただきまして、はいはい、じゃあこれあと、なんかこれはおすすめみたいなのあります？おすすめ、ですね、今お焼きするのお作りにちょっとお時間いただくんですけど、はい、その間に前菜召し上がっていただいた方がよろしいかなと思ってます。はいはいはい、前菜で、前菜の中でも一番人気なのがホタテのキムチなんですけども、あ、じゃあどれいきましょう。じゃあこれを、はい、一から作ってます。なるほど、自家製です。はい、なんかお店カウンターとちょっとね、だけどこの木の感じがいいんじゃないの。そうそうそう、なんかこう打ちっぱなしの感じ。あれを見て長州で、こちらどちらもお酎ハイできますので、またお声かけください。はい、トロピカルサワー、こっちがレモンサワー、はい、いいね、すごい美味しそうやな。これですね、生ホタテキムチ漬け、キムチ漬け、ですよこれ。なんかめっちゃうまそうやな、これ。めちゃくちゃうまそう。手作り、自家製、これをいただきながら、そうですね、餃子のそのを待つ、待っときましょう。はい、あの、すごい中いっぱい入ってる、氷の代わりに、あ、そうかそうか、そのフルーツが
こっちはレモンが。ああ、なるほどね。フルーツが凍らしてんの。そうです、そうですね。ほらほらほら、こんな感じでフルーツを凍らしてアイスの代わりに。シャーベットみたいなのね。そうそうそう。これ上はシャーベットかな。さっぱり。あ、トロピカルやわ。めっちゃトロピカル。やっぱりトロピカル。そうそう。これすごいな、真っ赤っか、真っ赤です。このままいただきます。うん、おいしい。いただきます。うまっ。うん、おいしい、おいしい。これちょっとレモン、うん、かけましょう。切ったよな、そのいい。さっぱりもね、うまい、これ。うまい、これ。名物の焼き餃子。焼き餃子。こちらがトリュフバター。お、これがトリュフバターですね。パクチーすぎるですね。はい、当店の餃子ですね、タレなしでそのまま、このまま、このままね、はい、はい、あとスープが非常に出やすいのが特徴になってますので、はい、の方ご一緒にお使いになってください。あ、お待たせしました。まずは、はい、もうスタンダードね、スタンダードな、これね、まずはこのスタンダードな名物、名物保存料無添加焼き餃子。そうそうそう、なんだ、なんて手作り、ここでお店作ってあるからね。いただきます。これ初めて食べたような感じの味が、いく餃子入れたら王将の餃子しかないから。わかる、わかります、わかります。ちょっと僕も食べてみよう、うん、食べて、汁がなんかって言ってありましたね。そう、スープ、スープが、それがね、スープが出るっていうことね。そうそうそう、これですよ。なんかごっつい、大きいですね。大きいですね。おお、なんかあの小籠包的な餃子っていうか、スープがすごい、あのタレとかつけんでいい、うん、味がしっかりしてるわ。で、おっさんがやられるやつですわ。トリュフ、トリュフっていう、トリュフ香る焼き餃子。そうそう、自家製トリュフバターって言ってますね。目の前に緊張するな。トリュフやから、うん、これやから貧乏人がどうしたの。じゃあちょっとバターが濃厚な味出せるわ、これ、うん、すごい。でもこれ絵力から半端ないですね。うわ、バターがこれちょっと、ほな結構つけさせてもらって、よっよっよっ、いきまーす。おお、さっきの餃子の、うん、あの中のスープと、うん、トリュフバターがえらいこうマッチしてよね。なんかリッチな感じの、そういうものがめちゃくちゃ芳醇な、うん、豊かな味わいだからね。うん、うわ、これはまろやかで、こうなってくると餃子これっていう感じしない、うん、餃子かわかんないですね。でも、no、 なんかの、そうそう、コースの一品的な、これ水餃子です。今度水餃子、焼きじゃなくて、うん、すごいすごい。あ、もうマーラーやから、もう匂います、もうパクチーの香りがすごい。やっぱマーラーだれがね。お、なんかすごいすごい、え、しっかりパクチーがいい仕事してる。パクチーもこのマーラー感が、あ、マーラーね。ちょっとこの揚げ餃子いってみようか。揚げ自体ですね。なんでこの蜂蜜マヨ、はい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 、ちょっと一風変わってますね。そう、ちょっとあのシューマイ食べてみたい。シューマイ食べてみたいですね。大きな大きな餅、ポテサラカレータコ、うん、珍しくない？ポリッとザーサイ。え？ポリッとザーサイ。あ、ポリッとザーサイ。どれも結構それなりに個性的な味、うんうんうん、美味しくて
なんかちょっと味にちょっと個性がある。そうですね。いやこれは絶対楽しめますよ。このお店ずっと高水業だよね。それがすごい。うん、だから何ていうのかな、昼飲み、うん。はい、確かに。お上品な昼飲み。はいはいはい。に持ってこい。でもなんかこう端っこだけできますね。このぐらいのこの量の感じ。最高です。ゴリゴリしてそう。この程よいコリコリ感がいいね。うん。まあ、ポテサラ。しかもこれカレータクワン。カレータクワン。ポテサラにカレータコンあんっていうのが乗ってんの。そうそうそう。はい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 。じゃあ、うん、そうそう一緒に食べる。こういうことですね。これでいただきます。うん。これは癖になるな。あ、もう結構こちらの料理このサワー系のお酒合うかも。うん、めっちゃ合うかも。おお。お肉を感じながら。とろっとした感じもあるじゃない。いい感じの味付けやね。いや、うん、めっちゃいい。甘辛く普通に白水で食う。わあ、確かにいいかもわかんない。確かに確かにね。します。そのまま召し上がってください。はい。蜂蜜マヨ。すごいな。すごいねこれ。こう見た目はガッツリ感ですね。ありがとうございます。どうしよう。これようさんつけて行きますよ。うまっ。おお。うん、これ。あ、めっちゃ合うわ。合う合う。これ揚げてるからやっぱり、うん、この何ていうの、ハチミツマヨが、マヨが合うんですね。合うよね、うん。このサクサク食感にめっちゃ合ってるかも。で、バカッと爆発するからね、うん、口の中で。うん、来ましたシュウマイ。すごいよこれシュウマイのボリューミーやな。リンゴと何のソース？玉ねぎ。玉ねぎです。バーモンドカレーみたいな。リンゴの蜂蜜が蜂蜜。おお。でかっ。おっとっと。あーでもすごい肉肉しい。そうそうそう。これがね、うん、すごい。ね。肉すごい、もうお肉、あ、確かにさっぱり、なんやこれ、なんかちょっと違うよね、うん、普通の一人前が適量なんで。そうなんです、最近書いた個数、合間で5個入りやん。あー、なるほどね。残される多いなっていう。あー、やったらもう数減らして。そうですね、で、まあ食べやすくいろいろ食べれるような、うんうんうん、すごくいい、うん、いいお店です。これはね、うん、ちょっと発見。そうですよね。俺の中では発見。うん。ペイちゃんとね、はい、これの、うん、このお店の第二弾があるかどうかわからへんけど。わからんけどね、はい。多分確率は低いかもわからんけど。でもぜひもう一度ね、他食べてないメニューを食べたいね。春巻きとかもあるしね。うん、ぜひ、はい、はい、次回また。はい、行きましょう。行きましょう、うん、はい。ということで、今日は本当に美味しいございました。美味しかったです。はい。これはちょっといいっす。うん、はい。では。ではでは。また。